セブン松山俊、ナモテティム・ソワレス、ナモテ日本松崎ショットクロックは残り6秒。LJ ピーク、ノールック気味、ハイソット、ブロックショット、課題。ハイソットがそのまま流し込みました。中に通った LJ ピーク、エヴァン。さあ、松山が中に入っていって、ノールック、ハイソット、外に出した、ティム・ソワレス、来た。安定してる。ついてると、どうしてもスペーシングをね、しっかり作りながら、外の、シュートなんかのチャンスも増えてくるかなと。ハールもらってんのはキング回です。今日2本目ですね。すごく走りするようなプレーヤーでもありますので。さあ、そして若手のシケからソアです。3本目。このスリーポイントが今日しっかり決まってフロントコートですので十分に得点のチャンスがある。キャッチアンドシュートも認められる。イングリス決まった。クラークが自らのポジションにして最後決めたのはダミアン・イングリス。やっとはリングに当たる。前節このラベナ選手のいいところで決めてったんですよね。そうですね。ソアレス積極的に打って4本目。つながりました。ショットクロックは残り6秒です。ラベナ抜いた、浮かせる。ラベナの得点で再び2ポジション差。LJ ピーク、もう一度やっているというそうですね、しっかり動けてたと思うので決めていきたいですね。空いてしまった、5本目。ティム・ソワレス、 LJ ピークのドライブが前半から効いています。いいパスと、で、カイソット。結びつけたい横浜ですね。まずはオーバーミル、オーバー、クイックスリー、3本目。コッツァーはまたスイッチした。スイッチしていきます。 LJ ピークの3のクリア、3の応酬、外に出す。イングリス逆サイドパスが乱れる。苦しい体勢からラベナが来た。さあ、2ポジション差、5点差です。イングリス最後に3を打つ。リングに当たる。ここで試合終了。最後は激戦となりました。越谷アルファーズ D1 昇格後初めての連勝、そしてアウェーの地では初勝利をつかみ取りました。